グハーす。はい、皆さんこんにちは。オカピー星人です。はい、今日もオカピー部屋片付けやってますよ。はい、まだまだですね。はい、こっちの方ちょっと綺麗になりましたね。この棚をリビングに持ってって、で、イギリスのタンノイのスピーカーを発掘しました。これですね、タンノイインパルス12というやつですね。これで今買ったのいつかな、もう30数年前以上ですね。これね、今でもね人気があってね、15万ぐらいで取引されてますね。はい。ね、なんか発掘しましたね。一つはね、コースターです。これはメープルですね。メープルのなんかこんなコースターが出てきました。出てきました。何もか。あとこれがあれだね。箸置き。箸置きですね。なんかいっぱいある。こういうのね。これ漆ですね。これ欅で漆かな。これはメイプルかな。オイル仕上げみたいな。こんなの。発掘しました。これね、1995年にヨーロッパを回った時に、当時はまだユーロではないので、各国の小銭ですね。小銭。いろいろありますけど、パッと見わかんないですね。またまた発掘しましたね。オカピー星人のイラストです。はい。猫ちゃん。とかいろいろ。これ何だろう。あ、なんか変な飛行機ですね。これは、クリニック。なんかいろいろあるね。これは何だろうね。テーブルかね。これは何でしょう。よくわかりません。これはバイクですね。川崎の Z1000 です。 Z1000。 これは何でしょうね。これも謎ですね。お、くっついちゃってね。これはあれだね、知床だね。知床の手前の浜越水って感じ。これもなんか謎の絵ですね。これは奥多摩の風景か。奥多摩の風景が。ね、湖とか山があって。これもね、わけわかんないですね、これね。仮面ライダーでしょうか。よくわかりません。これなんでしょうね。オベリスクでしょうかね。オベリスク。あ、これはね、これは長野県の阿房トンネルですね。リンゴがなってます。これは関係なしと。これは丹波山村ですね。丹波山村。未来のね、人が住んで消えた丹波山村。これね、これは今の丹波山村。今の丹波山村。危ないね、なんかね。で、これは何だっけなんだ。あ、これは当時のオカピー星人の気持ちを表したのかな。気分を。これ何ですかね。これ忘れましたね。なんだかね。どっちが上か下かもわからないという。何でしょう。こんな感じでございます。ズドーンとね。この本はね、この地図なんですけど、これ。これね、昔の公務員の市長用の地図ですね。これ見ると、これ、北海道がね、やばいんですわ、これ。これね、これ。見てちょうだい。こんなに電車があったんでしょ？こんなに。こんなには電車があった。ね、すごいね。今もうほとんどなくなっちゃったけど。昭和43年か、これ。750円か、当時としては高いな。オカピー星人が、7歳ですね。はい。